戦雷鳴の時。 私に服従しなさい。
して、あなたもここにいるの？君をここに来させたのは、僕だということは知っている。だが何度も説明するつもりはない。僕はケビン。救世の命を持つ戦士だ。ここで君の求めるものを探すといい。その代価を、君ならもう背負えるはずだ。はじめまして、後継者。ファーと申します。不詳の刻印。慣れるように私も手伝います。委員長。はい？いえ、何でもありません。わかってるはずなのに。お手伝いありがとうございます。また会えますよね。ええ。あなたがその時まで頑張り抜くことができたなら、ここはあなたが考えるよりもずっと険しい。
試練へようこそ、後継者。わらわの名はサクラ。刹那の技術を後世に伝授するためここにおる。はじめまして、ライデン・メイよ。自己紹介は不要じゃ。リツシャが古の楽園に入った。これは英傑全員にすぐさま知れ渡ったことじゃ。そんなにビクビクする必要はないと思うけど。わらわたちにとってはそうじゃが、何時にとってはそうでもないじゃろ。まあよい。初対面の来訪者に対し、わらわの言葉は多すぎたやもしれん。この刻印を受け取るがよい。何時には順を追って説明するつもりはない。律者の反射神経を持つ者なら、普通の人間のように、この贈り物を受け取ったせいでうろたえることはないじゃろう。ありがとう。けどそう言われたら、かえって受け取りづらいけど。それが、わらわの教えたい一つ目のことじゃ。この古の楽園にいる限り、一刻も警戒心を緩めぬ方がよい。私に服従しなさい。私に服従しなさい。刹那の教会に至っても心の迷いを断ち切ることは難儀じゃ。その点において汝はわらわよりずっと上手にできておる。
振りから。自分の運命と向き合うと決めました。
忘れておうん、待って。